はい、ついでにちょっと余談というか、まあこれよく使われてる、4X150A セラミック缶ですね。これはまあ iMac じゃなくて、これアンペレックス製なんですけれどもね。それでちょっとアメリカで遊んでる時にですね、こんなのをちょっとシャレでね作ってみたんですけどね。この角のところからですね、水を入れてですね、ちょっと水冷でアンプ作ったらちょっと固定なんかで静かでいいんじゃないかななんて思ってね、ちょっとこれシャレで作ってみたんで、これそのうちちょっと試してみようかなと思ってんですけどね。水冷なんでファンはいらないしってね、ちょっとこれ結構手間かかったんですけどね、こんなことやって暇つぶしというかね、そんなんでねちょっと2本作ってみたんですけどね。水冷のまあこれだと800ぐらい、1キロぐらい出るのかな、下のバンドだったら出ると思うんですけどね。こんな感じでね、面白いでしょシャレで。水冷でね、水冷だったら空冷よりももっと冷えがいいのでね、1本の玉でねもっとパワー出せるんじゃないかななんていうねちょっと期待はあるんですけどね。どんなもんだか、はい、ちょっとこれ冬の間に暇だったらちょっと水槽とポンプ用意して待ってやるかな。昔ねトランジスタの FET のアンプをね、水冷のアンプ50メガ用のやつを作ったことがあって、工業用のアンプをちょっと手を加えてね、作ったことありますけど、あれもう売っちゃったんですけどね、ヤフオクでね。はい、そんなんでちょっと缶もちょっと放送局みたいにこう水冷でやってみようかななんていうね、まあ飾っといても面白いかなと思って、まあ、作ったんですけどね。はい、ちょっと暇見たらやってみようかなということで、紹介してみました。 4X150 とか250が 4X500 ぐらいの仕事してくれないかなと思ってるんですけどね。はい、いかがでしょうか皆さん、いい仕事してますかって